続いていわゆる一連の関西生コン事件についてお尋ねをいたします、えー。私が本日この件についてお尋ねいたしますのは、事件の規模や内容被、被害金額の大きさに比べて、あまりにも報道や情報が少なく、まるで都市前室のように、えー、憶測や虚実不明瞭な情報が飛び交っていることで、さまざまな影響が生じているのではないかと懸念しているからでございます。 平成30年に全国あ、全日本建設運輸連帯労働組合、略称連帯ユニオン、関西地区生ン支部、武健一執行委員長が、恐喝未遂容疑で逮捕・起訴されました。また、その後も同組合幹部などの複数の関係者が複数回にわたって逮捕されましたが、 新聞やニュース、テレビのニュースなどは、ほぼ報道がなされていないと言っても過言ではありません。そのため、インターネットを中心に、一部の国民の関心は高まる一方、関西生コンという言葉が一人歩きをし、事件や同組合とは一切関係のない生コン産業やコンクリート業者、 また、本件とは、本当に関係のない労働組合の権利と利益を、労働者の権利と利益を守るために、真面目に活動しておられる労働組合までもが良くないイメージを持たれるなどの悪影響が生じていると聞いております。私は本日の質疑の中では、えー、以降、当該組合のことを連帯ユニオンという呼称で統一させていただきたいと思いますし、国民の皆様にも連帯ユニオンが、 業界の他の労働組合とは異なる得意な存在であるということをご理解いただきたいと思います捜査中の事件ですのでお答えいただけないことも多いかと存じますが関心を寄せている国民の方々の疑問や本件に本件には一切関係のない方々への風所被害を払拭する意味でもあえてお尋ねをさせていただきますまずこの一連の,あの連帯ユニオンなんですけれども連帯ユニオン 関西地区生ン支部関係者のこれまでの逮捕人数、それから罪名を教えてくださ水田町野村組織犯罪対策部長。お答え申し上げます。滋賀県警察、京都府警察、大阪府警察、及び和歌山県警察において、平成30年7月から現在までに、威力業務妨害罪、強喝罪などの罪名で、全日本、 建設運輸連帯労働組合関西地区なこ生コン支部の組合役員。組合員など延べ八十九名を逮捕しているものと承知しております。杉田君。ありがとうございます。あの事前にレクの時にですね、警察署のほ警察庁の方から、あの一体。いたい どういった罪名で何人が逮捕されているかという一,一案表をいただきまして、私もびっくりいたしました。えー、先ほどの答弁にあったとおり、延べ89人もがあの逮捕されているということでございます。このように、逮捕者がこれだけたくさん出ている以上、これらの行為によって、不当にた得た利益が発生している疑いもあるのではないかと思いますし、犯罪行為が伴っているのであれば、被害額は 被害者に返還されるべきではないかと考えます。脅迫など不当な行為によって得た利益は、これどういう形に なっているのかというのを、これ、まず皆さん、お知りになりたいかと思います私も知りたいです、一部の関係者がそれを着服しているのか、あるいは団体の収入として計上されているのかなど、連帯ユニオン・関西地区生コン支部の収入および支出等の決,関係決算関係は、どのような会計処理がなされているのか、それをどのように把握しているのか、まずは警察庁にお尋ねしたいと思います。警察庁野村総会部長 お尋ねの事件は、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名で、それぞれ被疑者を逮捕し、捜査を行っているものでございまして、組合の収入、支出などの会計処理の解明自体を目的として行っているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても、個別の事件の捜査におきまして、どのような事故を把握しているかにつきましてはもしえつきまして申し上げることはえ差し控えさせていただきたいと存じます。はいはい、杉田君 えではですね、同様の質問を税務調査の立場から国税庁にもお尋ねいたします、お願いいたします国税庁、重藤課税部長。お答えいたします。まず、えー、個別の法人等の申告状況、あるいは税務調査にかかる事柄につきましては、<laughs> 守秘義務との関係上、お答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。えー、なお一般論ととしして申し上げますと 国税当局としては納税者の適正公平な課税を実現するという観点からあらゆる機会を通じ課税上有効な資料情報の収集に努め課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどして適正公平な課税の実現に努めているところでございます、えー、先ほどから何度も申し上げておりますけれども逮捕者がいるということは被害者がいるわけでありますそして、えー、執行委員長をはじめ 組合の幹部が短い期間に複数回にわたり同じ罪で逮捕されているということを鑑みても、ぜひとも被害者が救済されるような、再犯によって同じ被害者を出さないような捜査や税務調査を進めていただきたいと思います。また多くの国民が関心を寄せているのは、被害者や、被害者のですね、恐怖や苦痛、涙や無念と引き換えに集められたお金が、 一体何にに使われていいいるるのかという点にあるかととう点あ思います例えば、和歌山県では、外宣車を使って誹謗中傷の演説を繰り返したとして、威力業務妨害で複数人の逮捕者が出ておりますが、そもそもなぜ労働組合が外宣車を持っているのか、疑問であります。それから2017年3月12日の沖縄タイムスによると、 2013年の参議院議員通常選挙比例区に社民党から立候補した沖縄平和運動センターの山城博次議長の補作などを求めて、関西生コン、産業政策協議会提供のミキサー社250台が、辺野古基地、辺野古新基地ノーを掲げて、大阪市内でパレードを行ったといいます。 また、二0 1六年二月には、辺野古基地まで、連帯ユニオン近畿本部からミキサー車がやってきて、運転手はミキサー車一台を関西から沖縄まで運ぶのに五十万円かかるが、台数を増やしてまたやってくると、ゲート前に座り込んでいる人たちに発言したと言います。また、連帯ユニオンのホームページによりますと、 昨年1月9日、韓国の建設労組5万人、5万人ですよ。5万人が連帯ユニオン関西地区生コン支部に対する異常な権力弾圧の即時中止を求める抗議書館を手渡すために、ソウルの日本大使館を訪れたと書かれています。韓国の建設労組と連帯ユニオンとは17年越しの兄弟的連帯関係にあり、 連帯労組は2002年の労使紛争時、韓国のこの建設労組に闘争寒波3000万ウォンを送ったと紹介されています。2017年には大阪日朝友好代表団、なにわの翼2017に参加し、北朝鮮を訪問したことも記載されています。まあ、誤解のないように申し上げておきますが、私は 沖縄の基地反対運動や、韓国や北朝鮮との交流そのものについて、異論を述べているわけではありません。これらの連帯ユニオンの政治活動ともおぼしき活動報告を聞いて、活動の資金源は一体何なんだろうと、疑問に思う国民も少なくない中で、そこに事件との関連性や違法性がなかったかを検証すべきであるという立場で申し上げておりますことをお伝えしておきたいと思います。 それでは次の質問に移ります労働組合法第1条2項には、憲法第35条、確保法令または正当な業務による行為は罰しない、確保閉じるの規定は、労働組合の団体交渉、その他の行為であって、全項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。 ただし、いかなる場合においても暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない、と書かれています。これを、暴力以外の行為であれば、脅迫しようが、恐喝しようが、中傷目的の演説を行おうが、中傷のビラを巻こうが、嫌がらせを中止することを条件に金銭を要求しようが、 労働組合の団体交渉のための正当な行為であると主張する限り、罰されることはないと歪めて解釈してしまう人もいるのではないかと感じます。警察がこれらの一般的に脅迫や恐喝、威力業務妨害罪に該当するような行為の訴えを被害者から受けた際に、加害者側から労働組合の団体交渉としての行為であると主張されたら、 捜査に影響は生じるのでしょうか、はい、お答えいたします、えー、労働運動であるとしても刑罰法令に触れる行為であると認める場合には捜査等の所要の措置を取ることは治安維持を任務とする警察の当然の責務でございます、はい、杉田君、はい、ありがとうございます法務省にもお尋ねをいたします先に述べたような一般的に脅迫や恐喝 威力業務妨害罪に該当するような行為は、仮に組合活動の範囲内であったとしても、同様に刑事罰の対象になり得るという認識で間違いありませんね。えー、刑事罰の対象になるかというお尋ねでございますが、あの、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべきこと柄ですので、一概に申し上げるということは困難でございますが、 一般論として申し上げますと、刑法三十五条におきましては、法令または正当な行為による、業務による行為は罰しないと規定されております。今、委員もあの読み上げられましたけれども、労働組合法一条二項におきましては、刑法三十五条の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって、全項、労働組合法一条一項でございますが、に掲げる行為を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。ただし、以下なる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならないと規定 されておりますでこの正し書きの趣旨につきましては、労働組合の正当な行為と解釈されないことの明らかな暴力の行使について、特に念,に念のために期待したものに過ぎず、暴力の行使に該当しないすべてが正当な行為と見られるもというわけではなく、暴力の行使に該当しない行為であっても、不当な行為と判断されるものがあるのは当然であるというふうに、注釈所長に書かれていると承知をいたしております。 ありがとうございます。時間の関係もありますので、詳細は割愛いたしますが、過去の判例を見れば、暴力とは有形的な不法行使だけではなくて、脅迫的言語を手段とする無形的な場合でも、人の身体の自由を束縛するもので、逮捕と同性質のものであることから、暴力の一種と返されるべきとの事例がございます。いかなる場合であっても、 被害者に苦痛を与えることなので、要求を飲ませるような行為が、労働組合の正当な行為であると解釈されてはならないと考えます。さて、冒頭にも申し上げましたとおり、これまで本件に関する新聞やテレビのニュースなどでの報道は、皆無に等しいほどなされておりません。一つの組織から 89名の逮捕者が出るという近年に例のない事件の規模を鑑みれば、大きく報じられてしかるべきだと思いますし、国民もその点に違和感を覚えているのではないかと思うのですが、これ、警察庁の方で報道規制などを行っているのでしょうかお答え申し上げます。お尋ねの事件につきまして、警察庁が関係府県警察に対しまして、広報を控えるよう求めたことはございません。 はいえー、警察庁からの報道規制はないというご答弁でございました、報道の自由は尊重いたしますが、報道規制がなされてないのであれば、せめて概要ぐらいは報じた方が、国民のためにも、関係者のためにはた、ためにもなるのではないかと考えます。えー、武容疑者は実は実年にも 教養未遂、威力業務妨害などで大阪府警に逮捕されており、一部関西ローカル局のニュースや週刊誌には、当時の捜査関係者の話として、組合への家宅捜索の際に大量の現金が発見され、100億円くらいは集めていたのではないかと噂さされたと報じられましたが、その後の報道がないゆえに、真意は分からないままです。 わからないからこそ、悪い方向に想像力が働いてしまうこともあるかと思います。新聞やニュースで報じられていないと、インターネットを中心に関心の高い人たちはいろんなことを勘ぐってしまいます。先ほど紹介したような資金の人もそうですし、一部の政治家などに献金,献金をしていたのではないか、東京のお父ちゃんと呼ぶほど親しい仲なのではないか、 韓国の中央日報のインタビューに応じて、このような状況では東京オリンピックは絶対にできない。日本政府が対応を変えるよう、韓国など国際社会が強く要望してほしいと答えたダイヤモンド・プリンセスの乗客は、連帯ユニオンの関係者ではないかなど、インターネット上にはさまざまな憶測が飛び交っております。通常の事件と同様に、その規模や、 重要性などに準じて報じられていれば、報じられない裏事情があるのではないかなどと思われることもありませんし、事実関係をできる限り公表することによっては、無関係の方々が風評被害に巻き込まれることもなくなるのではないかと思います。昨今、反社会的勢力という言葉を耳にする機会が増えました。この用語が初めて 公的に用いられたのは、平成19年6月19日、政府の犯罪対策閣僚会議の申し合わせとして策定された、企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針であると認識をしております。この指針では、反社会的勢力を暴力、威力、詐欺的手法を駆使して、経済的利益を追求する集団、または 個人と通訳されておりますが、報道がされず、事件の全容がわからないままでは、連帯ユニオン関西地区生コン支部は、本日ご答弁いただいたような容疑によって、経済的利益を追求する団体なのではないか、まさに反社会勢力なのではないか、と感じてしまう方も少なくないのではないでしょうか。これでは、連帯ユニオン結成の趣旨に謳われている、働く仲間が信頼できる組織として、 他人の痛みを己の痛みとし、一人の仲間の悩みや苦しみを全国の仲間で分かち合い、解決する力を持った頼もしい組織であろうと、仲間のために、労働者のために真面目に頑張っておられる組合員の方々の努力が水の泡になってしまいます。ところで、連帯ユニオンのホームページには、竹容疑者も出席をしている連帯ユニオン近畿地方本部、 四支部合同2017年新春旗開きに、当時民進党や社民党の先生方が来賓としてご挨拶をされている写真が掲載されています。また、昨年来、参議院議員会館内で、関西生コンを支援する会主催の関西生コン事件院内報告集会が開かれており、複数名の国会議員が出席しております。 また言うまでもなく、議員会館内の会議室の予約は国会議員の事務所が行います。国会では過去に反社会的勢力と思われる人物と一緒に写真に写った、会合に同席した、招待したなどを強く追及する声があります。政治家はみんな同様かと思いますが 私も会合など、会合や講演などに行くと、一緒に写真を撮ってくださいと言われることが少なくありません。しかし、そのような会合や講演に来られている方々が、どのような方々なのか知りようもありません。私を含め、襟を正して気をつけてまいりたいと思いますが、新型コロナウイルスへの喫緊の対応が求められている中での追及につきましては、疑義を呈したいと思います。私ごときの発言に自分を抑えられず、 憤慨する野党さんでは危機対応は大丈夫なのかなと心配になってしまいますので、先輩方の胸を借りるつもりで申し上げます。先日の予算委員会では、タイは頭から腐るというお言葉が紹介されましたが、ロシアのことわざ,とわざをもじってご紹介される、さすがに世界を船で回られた方のご見識は違うなと。 一般的には魚は内臓のあるお腹から腐るものだと知らされておりますが、ご自身のご経験に何か思い当たる節が終わりなのかなと思いながら拝聴しておりました。一度は間違いを犯しても、再チャレンジ、罪を償って再チャレンジができる、それこそが日本の民主主義、国会です。私はロシアのことわざは存じ上げませんが、日本には同じ魚に関することわざに、テップの球というものがございます。 開かれた民主的な国会の場において、与野党問わずワンチームで、テップの9に対応していただきたい、対応していきたい、国民のためにも優先順位を間違えよう、間違えないようにしていきたいと心から望んでおります。